定刻となりましたので、オープニングセレモニー開催いたしたいと思います。まず皆様、本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。第3回目を迎えます伊藤フィッシュ&オリーブワールドフードビッグバンドジャズフェスティバル2018、今回は本日明日と2日間にわたって開催されます。皆様どうぞね、最後までお楽しみいただければと思います。司会進行は昨年に引き続き私山田里咲が担当させていただきます。最後までよろしくご覧くださいませ。よろしくお願いいたします。では早速、開催に先立ちまして主催者であります NPO 笑顔の絆代表宮崎智代よりご挨拶申し上げます。はい、どうも今日は、大変あちこちで、イベントが開催されているようでございますが、今日はこの、ジャズフェスティバルにですね、ご参加いただきまして誠にありがとうございます。ご紹介をお願いします。頭はちょっと薄いんですけど、ちょっとご紹介をお願いします。実はですね、今回3回目なんですけども、全国からですね、バンドの方が、総勢、地元の高校生も含めまして、バンドの方150名ほど、ビッグバンドを皆さんとね、見ていただきますと、大体18人構成でございまして、それぞれの、バンドの方、先ほど申し上げましたように、関西から関東から、遠くのところから、伊東で、このフェスタを大いに、盛り上げて楽しもうということで、3回目を迎えました。で、今日はですね、曲目、また明日は、地元の、高校2校と、コラボしていただくという企画もございまして、今日明日全部のメンバーがチェンジ、します、まあ、そういうことで今日は大いに楽しんでいただきまして、今あちこちで今日イベントが先ほど申し上げましたありますけども、おそらく立ち見になる、まあ、皆さん最初から来ていただいて指定席に来ていただいてお座りいただいてますが、おそらくこれ帰るときも立ち見でいっぱいになると思います。どうぞ楽しんでいただきまして、笑顔の絆 NPO をまた地元でオリーブやら、自然食、いろいろと、やっております。どうぞ機会がありましたら、また係の方の、T シャツを着ている担当に、申し込んでいただければ、いろんなどうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございます。今日は続きまして、この伊藤フィッシュ&オリーブワールドフードビッグバンドジャズフェスティバル2018開催にあたりまして、講演いただいております皆様をご紹介いたします。伊藤市、伊藤観光協会、伊藤国際交流協会、伊豆伊藤地魚王国、アイアイズ農業協同組合、伊豆新聞本社、伊豆高原テンション協同組合、伊豆高原コーラス、以上の皆様に講演いただいております。続きまして、協賛企業様ご紹介いたします。伊東温泉ホテル南公園様、南公園ホール様、そして、伊東ガス様、東海バス様、そして、アマヤグループ様、ミモザリゾート様、そして、マルイエナジー様、イズキルホールディング様、徳造丸様、株式会社足根商事様、長屋様、株式会社東平商会様、株式会社ファミリーリゾート様、そしてこの会場であります最初学美術館様に、以上の13の企業様に協賛いただいております。さあ、それではですね、まもなく第3回伊藤フィッシュ&オリーブワールドフードビッグバンドジャズフェスティバル2018開催です。オープニングに際しまして、オープニングスピーチは今回講演を取材していただいております伊藤伊豆伊藤地魚王国の会長伊藤健介さんにお願いいたします。お願いします。皆さんこんにちは。第3回伊藤フィッシュ&オリーブワールドフードビッグバンドジャズフェスティバル開催おめでとうございます。
は伊豆伊東地魚報告という伊東市行政の会の会長を務めております、久保と申します。今年で3回目を迎えるこの会ですが、音楽の力で不当地域も盛り上げようと、継続開催されると、伺いました。今年は地元の高校生のジャズバンドも参加されているということで、若い力の地域活性参加が期待が出ているというのを思っております。私ども伊豆伊東地魚報告はですね、水産業が盛んな伊東市で水揚げされた地魚の良さを、地域周辺地域を含めて全国的に知っていただこうと、魅力ながら PR 活動を継続しています。私は先ほどご紹介いただいた株式会社東平商会という食品卸しの企業の一員ですが、3年前に開発販売しました伊東漁協さんが、販売していますサバオクルスリムですが、伊東ナゲットなどをはじめ、他の地域の商品でありますが、三島コロッケなどを、全国にその地域の良さや活動の趣旨を PR しています。伊東市は地域の一人一人の活動力のある集まりだというふうに私は思っています。私もその一員として皆様と一緒に地域を盛り上げればなというふうに考えています。今日はそのスムーズにイベントが進むようにお祈りしまして、終わりに返させていただきたいと思います。ありがとうございました。続いて地魚王国の会長、伊藤健介さんでした。第3回目を迎えます。伊藤フィッシュ&オリーブワールドフードゲットバンドジャズフェスティバル2018開催にあたりまして、開会宣言を伊藤健介さんにお願いしています。お願いいたします。伊藤フィッシュ&オリーブワールドフードビッグバンドジャズフェスティバル開催。